ガンク。1、2、3、4。ママ。ピンポンパンポン。はい、おはようございます。ですね、今ですね、バッキングがですね終わったところでございます。完璧だよね、最高す、バックの上にバックオンバック、そしてサイドにもバック、そして昨日の夜はバックで疲れました。お疲れ様でした。お疲れ様です。これケツいけるっすか。これなんか昨日よりちょっと狭なったような気がするんですけど。合流するからいいよ。どうもありがとうございました。この牧草地、危ない。お風呂も、ぬるすべでね、本当に。そうでしたよ。卵肌になりましたね、もう。押し掛け選手権インターハイ出場、ハイピョンさん、岐阜代表ですからね。日本代表にできる気がします。おあ、やった。ありがとうございます。7班で押し掛けするってちょっとね、やっぱ度胸いりますからね。それをね、家の前で何回も平気でやるっていう。それもハーハー言うてるの近所の人らにも見られてるんですよね。でもね、やっぱりインターハイに出場するっていうことは、やっぱり練習量が他とは違うと思うんですよ。まあね、だからね、家の前の人らもね、ある程度は理解があると思うんですよね。いや、理解してないですよ。そのうちね、多分近所のね、自治会長さんがこの家にこの横断幕を貼ってくれって言ってね、押し掛け選手権インターハイ出場おめでとうっていうのを家のね、ガレージの前に貼ってくださいっていうね。あれが自治会長さんから送られる予定ですんでね。ありえますね。そうですね。どうですか、一緒に出ませんか、押し掛け選手権。いや、僕意外とね、押し掛け苦手なんですよ。こう見えて、ただですね、一つ言えることは、私はですね、タイピョンさんがですね、押し上げをしているのを、今回が初めてではなくてですね、以前もですね、ハスクバーナーとかいろんなバイクで押し上げしても僕は見たことがあるので、やっぱりね、練習量が僕なんかとは全然違うわけですよ。もう僕はね、もう高校生の時はね、バッテリーを買うお金がなくて押し掛けしてましたけど、分かるね。でもそうなんですよ。結局のところ言うとなんですけど、やっぱりね、年齢を重ねてまでやっぱりこの体力を維持しようと、押し掛け選手権を一人でやっぱりやって、練習をね重ねてやってるということはやっぱ全然違うんですね、僕とは。さすがっす。やばい、両腕がやられるかもしれない。おー、通行可能だ。いやー、もう高速乗っちゃえば石ころっすかね。これ石ころですわ。あ、もう1コロ、2コロ、3コロで、3コロ、4コロで、コロ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 、金玉コロ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 、金玉コロ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 、タンクに金玉入ってコロコロ、タンクに金玉がめり込む、1個ならず2個。一言言っていいですか。はい。こうやってタンデムツーリング昨日したじゃないですか。はい。で、昼間の高原で止まったよね。はいはい。あれ絶対俺らホモだと思う。ね、本当にね。すっげー見とったもん。お姉さんたちが。ね。いや、いいんですよ。いいんです、いいんです。お盆休みですから、ね、いろんなもの出ますから、お盆はね、幽霊とかも出ますし、それはね、そういう道の人もたくさんね、来ますから。手を振る人に笑顔で応え、出入山崎。はい、お願いします。インターハイ選手権出場。エンジンかかった、やっぱ。ああ、やっぱり失敗したわ。
ガウ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 。かっこいいなダブル。ダブルかっこいいなこれ。こんにちは RVF400。ピンポンパンポーン。これ歩いてたらあれ駐輪場なんですよ。駐輪場。駐輪場。自転車が一台止まってる。駐輪場。駐輪場。多分これ地元の人が使う。チャリ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 。ちょい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 。ほら、一台だけ止まってる。ね、ほら。この駐輪場1台だけね。昨日止めたぐらいだね。うん、昨日止めたとこですね。すごい勢いで急成長したんだな、この貝割れは。で、ここを歩いていくんですよ。これね、でで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 でこれじゃない、ほんまにね。で、ここ溝があるもんで、これあの不意に足やったるっすわ、ここは。これでね、何が見えてくるかっていうと、このままこの草むらをこう歩くんですよ。でっつってでででっつってでででっつってでででで、自転車止めてこの草むらを歩いて歩いて歩いて行いましょう。でっつってでっつってこれじゃない。ほら、ちゃんと階段あるでしょこれ。あ、ホーム出た。あ、やばい、この駅の名前はなんなんやろ。今年の夏は例年で日本、うわ、出ました日本真ん中の駅、イエーイ。エンドブッジアース。あそこに自転車止めて、でっつって、ででっつって、でで。ああ、インターハイ。おお、あれでかかった。すげえ。一番最初に止まったところですね、ここね。あの、イニシエのね。おお、ガセゾみたいなね。うわ、ムチムチの腕。ああ、すげえ、今日やな。今日やな、今日もう一回キャンプしましょうか。もう今日も一回行きますかねえ、うん、もう道具揃ってるんで、あとご飯だけ買ったらもう行けますわ。パンツ裏返せば大丈夫。大丈夫、行ける。 OK 行きましょう。あ、あっちっす。あ、刀、刀、それもね、足の出方がもう急所やったっすね。もうワーンってワニワニパニックみたいな感じのね、足がもうワニワニパニックやな、足が本当に。いや、今のガチオモライダーだったよ。あ、いやいやいや、いやいや、それ言ってダメですよ。あ、ごめん。ダメです、ダメです、ダメです。いや、違うんですよ。あれ、バイクね、片方の人が、後ろに乗ってた人が、バイクね、あの、途中でね、やっちゃったんですよ。やっちゃったんですよ。ちょっと聞きたくないな。なもんで、まあ、しゃあなし、後ろ乗ってけよ、みたいな感じの空気になって、ほんで、ちょっと後ろの人笑顔だったでしょ。さっきまで絶望だったんですよ。もうね、どうしようって、わしって、本当に連休初日で、バイクこんなとこ置いてかなあかんと思ったんですけど、もう後ろの人乗せてもらって、だいぶ笑顔やったっすやんか。もう、やえがいらんぐらいの笑顔やったんで。さんは結構 S ですね。あんなことないです、あんなことないです。あんた、さあ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 、これ CB750 に乗ってるとね、こういろんなお店屋さんに行くと、あ、いいバイク乗ってんねとか分かってんねって言われるんですけど、こうね、普通の一般的な人からすると、なんで CB750 なんか買ったのって言われるんですね。おー、はい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 。まあ確かにね、 CB750 って僕聞いた時に、CRF750 の間違いじゃないかなって思ったんですよ。あれってアフリカツインかなんかかなと思ったんですけど、実際見てみたらやっぱり間違いじゃなかったんですよね。 RC42 なんですよ。ずっと車買ったんですよ。おー、カウパーがね、バーって
って出ちゃってもう大変ですよね。もうちょっと、まあ、ようかな。あ、出た出た。まあまたがらしていいですか。はあ、はあ、また擦りつけていいですか。はあ、はあ、シートのフィット感たまんねえよ。こんな感じで、弾がタンクに入る。でも CB750、 あの僕でもあの文句しか聞いてないですよ、よく考えたら。文句？ええ、ああいいところ、いいところあんま聞いてないですよ。まあそういうことじゃない。でもあれでしょ、あの今あの擦りつけてるんでしょ、シートにケツを。いや、当たらないになってる。え、それ浮いとるんすか、それ。バックロールが微妙に反ってるからさ。ああ、進行ガードついてる。あ、進行ガードに全部乗せとんねや。そう、体をだから直接入れることはできないと。ああ、そういうことっすか。はははは。まあ、一枚やっぱ皮をかぶってやえって感じですね。そう、 OK。 はい、 OK。 タイビョンとタンクフライダーさんがお送りいたします。お送りします。はい、ミッドナイトツーリングです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。雨でございます。2日目です。はい、今岐阜からね、私の岐阜からねって、今岐阜から岐阜に向かってるんですけど、岐阜市内を巡行中。はい、はい、昨日はそうですね、 CB750 の引き続きトラブルに電源が落ちてしまいました。はい、残念でした。はい、もうね、うわ、バスがなんで、ちょっと泣きそうになったんですけどね。さすがのバイクはね、ちょうどいいことに W650 だったんで、はい、はい、一緒に受けつけて一つのバイクに2人が乗って、さらにキャンプ道具を2人分乗ると、運転手の弾がタンクにめり込んで入ります。ありがとうございました。これは僕の先輩のモノマネですかね。ありがとうございました。ゴーゴーゴー。ピッ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 。お、ちょっと変な動きや。お、変な動きしとる。お、前の人変な動きしてますけど、あれ何の動きですか。いや、ちょっとバイクの調子が、バイクの調子というか人間の調子も、頭が熱で侵されてきてるような気がしますけど、ちょっと熱だれってやつですね。やっぱりね、押しがけ選手権インターハイ出場のタイピョンさんには誰も勝てませんからね。いや、そのダブル乗せるツイッターキックできるじゃない。まあ、これキックですからね。やっぱ押しがけ選手権はね、やっぱいかに、そうです、そうなんですよ。いいんですよ、別に NSR50 を押し掛けしてもベースの端子は何でもいいんです。ただその NSR50 を押し掛けしたところで何のそのね、やっぱりこう面白みはないわけですよ。そらかかるわなってなるわけですよ。まあ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 、ね、ベベベベポイーンってかかるっすよね、すぐね。そんなんじゃないと、みんなが見たいのは、おっとね。でも沖縄代表はハーレーダビッドソンを押し掛けするって聞いたんですけどね。やばいわそれ、ハーレーダビッドソンを、そういう話だけでも聞くやろ。あの1200の V ツインを、バイーンって、天使のチョコリング食べたとこですからね。千チョコ食べたもんね。千チョコ、千ずりチョコレート。あ、儲け儲けた。どっか適当に入れますか。あっ、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 来た、あっ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 、あのヘルメットの中のとかいろいろ洗いますけど、結構汚れとるっすよ、あれ。本当？引くぐらい汚れとるっすよ。俺まだ洗ってないな。ああ、じゃあぜひ洗わずそのまま一生そのヘルメットで行くことをお勧めします。分かった。行けるところまで。いい出汁が取れますよ。やっぱりね、あの100年継ぎ足してとか言うじゃないですか。うん、もうその感覚っすよね、どっちかっていうと。いやー、俺それは嫌だな。あとあのファブリーズであの除菌したから OK っていう考え方も、やっぱりね、それもね、今後は推奨していった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。あえてね、やっぱりその、いや、わかんないですよ、わかんないですよ、女の子とかね、もう洗うのとかインカムとかもう一回つけ直すのとか、もう私よくわからんから、せやからもうファブリーズだけなんですっていう子も多分いっぱいいると思うんですよ。いると思うんですよ。そういうね、その女のエキスをね、そのヘルメットのそのスポンジの中にたくさん溜め込んでもらってね、
もうずっと洗わないでいてほしい、一生洗わないでほしい。暑い、この思い。よー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 、熱い。あ、いや、ぬるい。はぁ、はぁ、はぁ、おっぱいもみたい。熱だれしてますよ。おっぱいをまわしてください。よー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 、無限よ。なんか、暑さで頭が正常な状態じゃなくなってきた。正常やそれ。いやぁ、精子。おあの空調服欲しい。空調服着てバイク乗ってでこけてそのプロペラが体に刺さってもいいから空調服欲しい。だ、うん、クールダウン。いやいいね、やっぱオートバイはこうじゃないとね。ねえ、本当にね、景色とかどうでもいいよ、もうほんまに。ほんまにもうこのクソ暑い中に、なんでこんな暑いエンジンのバイク乗っても足とかもおかしなことになって戻るし。まあね、こんな暑い暑い言いながら乗るバイクが楽しかったりもするわけですよ。まあツーリングは楽しくないけど、後が思い出になりますね。そうですね、このね、暑い時に暑いバイクに乗るね、それがいいんですよ。スペースペース、ああ乳首が冷やされる。くー、気持ちいい。はい、マッスル、マッソー、はい、マッソー、マッソー、マッソー。ゆっくりいきます。あ、声が遅れて、あの、あ、と入れて聞こえろ。ゆっくりいきます。これやら、ゆっくりいきます。ガラッと開いてますからね。おっと、繋がった、イエーイ。くそー、おー、来た、 WRC や。ここ曲がります。はい、ここ曲がります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイ、センキュー、ありがとうございました。おっと、何やら手もみ麺、もみもみは大好きですからね。手もみ麺気になりますね。行ってみましょう。手もみ麺、気持ちがいい、たまらない。なんだこの気持ちがいい。あ、手もみ麺全然関係ないけど、ビチャビチャになったからもうそのまま帰ります。結局手もみ麺って何だったんでしょうね。お客さんに向けて、あのね、あれ打ち水っていうよりかね、普通にあれ水でしたよね。あれバババババババって来とったっすからね。やば、ガスケツ来た、ガスケツ。よし、リザーブチェンジ、リザーブ、おう、リザーブ、おう、リザーブで走り出したやんけ、ヤンケイ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 セヤンケイはレイ。ガソリン入れなあかんのに、堤防あと何十キロと走らなあかんの。これスタンドってどこにあんねやろな、ほんま。ええんかな、俺。ジャフ呼ばなあかんくなるやつのパターンじゃん、これ。もう。おー、ベビー、アラブジャフ。いやー、ガソリンはね、なんとか入れたんで。ね、あ、ライターですね。こんにちは、どうも。おはようございます。USS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 
ゴーゴーゴー。あ、どうも3代目ツーリングブラザーズです。どうも。前の兄ちゃんこけたらチンコズル向けになるよ、気をつけて。ね、あんなところにね、基礎三線タワーがね見つかりましたね、基礎三線タワーですけど、このね基礎三線タワーは何のために作られたか、ね、それはね私には分かりません、ただね一つ言えるのは、ちょっとね2号がね行きってさっきからねアクセルを多めに開けてるっていうところですね。やっぱりね
2号は見た目から言ってちょっとやばいやつには分かってたんですけど、まさかねちょいちょいスロットル開けてくるとはね、まさか思ってもみませんでしたよ。ベベベベベ、かっこいいな、なんか平成のライダーみたいな感じだな、腰に手当てて。私はね長島方面に行きますよ。ムーム、お疲れでした。ほらです。あー、へし折られる。危ねえ、一応ブレーキかけたけど怖っ。快晴、快晴、快晴です。イエーイ、ハイウェイラジオ、ここから 1620kHz、ね、やっぱりねこの ETC ゲート、ひょっとしたらセンサーが反応しなくて、両腕へし折られるかもしれませんからね、非常にビビってます私、車あったらバーンって飛ぶだけなんですけどね、ETC ゲートね、やっぱりねへし折れるかもしれませんので、こっち側から行きたいと思います。行けたー、よっしゃい、あ、ETC ゲート、こっちの人破壊したなんと隣の人が破壊したっぽいですね。ということでお疲れ様でした。男と男、密着度 200%、 真夏の熱々キャンプツーリング終了。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。